どうもアルコ&ピースです、はい。この後アルコ&ピースの本の気持ちですががオンエアされます、はい。今回は前回の続きですね、はい、そうですね、はい、川崎に来ております、はい、川崎球場跡ですかね、富士通スタジアム川崎に来ました、はいはい。前回鉄塔の問題等と、うん、今我々が抱える社会問題の方に鋭く、切り込む回となりました。切り込むではないけど興味なさそうだったよまだ多分。そして、後編の今回は、うん、皆さんに流しそうめんをご覧いただきたいと思いますだいぶ変わりましたねシャープ2で楽しかったですけどね、うん、やっぱあのチンプレー、コープレーは、うん、本当神奈川県民の方々のみならず全国の方が多分記憶に残されてるシーンだと思うんですよ。あると思いますよ本当に、うん、あれを今この場で再現、うん、本当だよ、うん、不能のボール頭に当たるのと同じぐらい多分同じぐらい見てるもん、うん、そうだね、うん、すごいよ。そうめんとイチャつき、イチャつき、うん、楽しみにしてたからなやっぱりあれ。そうだね、あれだからあのシーン、あ、美濃さんだけだっけ、美濃さんが繰り返しやってたんだっけ、あの1回をやってその繰り返しリバイバルで放送されてたんだな。そうですね、美濃さんすげえよな。あれ見たまんまほぼ台本なしで自分でやるらしいですよ。 あのまんまで全部やるんだって。アドリブみたいなもんなんだ。アドリブみたいなもんでやるらしいですよ美濃さん。すげえ、あの人のさ声色の変え方とかさ、ある程度なんか世代の方はなんか司会者のイメージだと思うんだよね、はい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 、エンターテイナーなんだよね美濃さんってね。あのいやらしさがちゃんと声に出てんだよね美濃、うん、さんって、うん、だけどネトネトシーンだけど、うん、でもやっぱりあの後味が爽やかなんだよね。そうなんですよ、あれすごいんだよな美濃、うん、モンタって本当に。そう神奈川住んでるし行くか美濃モンタんち。そっか美濃さんとかあれ神奈川なんだ。寿司とかあっちの方ですよね確かね。あ、だからどっかの階でね美濃さんちの風呂に入ろうと。うわ行きたいブランデー勝手に飲むとかさ、昔のテレビ見てお前それいつのやつか知ってんのかよすいませんっつってカメラ終わった後結構あの可愛がってくれるタイプの。そうね、そうね、いろいろあるから。残ってるのしょうがないから持ってけいいですか。いいな、めっちゃ可愛がられそうねえ。そっか、そっか、神奈川県のいろんな著名な方もいるもんね出身の。いますよ。誰がいるんだ。川崎だったらベッキーもいます、ね、あ、ベッキー。桑田佳祐もいますから。だって言うたらサザンオールスターズ。そっか、はい。意外とさ、ああいう本当の大物って地元に根付いたもん出てくれたりするよね。いや、あんじゃないねえ。バカなふりしてオファーしましょうよ、うんうんうん、マジで、うん、桑田佳祐さん会いたい。ね、でも本当に贅沢な使い方しよう、うん、俺らが今何時って聞きに行くだけ答えてくれるか、ああ不意に。そうね、大体ねかっこいいだろうな、かっこいいな。そっか、ベッキーもそうか。ベッキーもいるし、ね、えおベッキーと何しようかな。もう何でもいいや。神奈川さ、川崎って焼肉有名じゃん。有名ですね。ベッキーとただ焼肉食って食べるだけ。めっちゃいいめちゃくちゃいい。長回しいいね、トークの長回し、うん、それぐらいやっていきましょうよ。で、ね、感謝はちゃんと伝えるから、うん、あ、腰つけで、うん、なんかやるし、なんか、うん、あとはあと誰がいる。神奈川出身って誰ですか。いっぱいいるんだよね。いすぎるんだよね、はい、ちょっとね。小泉さんとかもそう。あ、そう、へえ。いや、言ってもいいな。感謝と感動の対決、感謝 vs 感動の対決感動したのね。感謝した、感動した、感謝した、感動した。全員ゲスト贅沢すぎるじゃん使い方がさでもだから著名な方、こちらご覧になって、あ、自分出てもいいよって方がいたら、はい、ちょっと名乗り出てほしいですね。本当だわ、ぜひぜひ。あ、小泉さんビビって出れないかな。出ねえ、出るわけねえじゃん。こういう時の人なんて出るわけないんだ小泉純一郎さんなんて。さあ、ということで、はい、この後でございます。ぜひ皆さんご覧ください。お願いします。お願いします。